You're listening to Shibuya Cross FM. ストレアプレゼンツ渡辺あゆみの渋谷トーキングスタート。イエーイ。はい、今日は女子会でお届けしたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。めっちゃ曲がった今。はい、ストレアプレゼンツ渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2、第4金曜日の17時よりこの渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。誰もいない。じゃあ改めまして私から自己紹介させていただきます。と仙台出身の渡辺あゆみです。と主にインスタ、X、YouTube をメインに活動しています。よろしくお願いします。イエーイ。はい、と続いてレイちゃん。はい、レイレイこと真中レイです。普段はタレント女優しています。よろしくお願いします。お願いします。はい、しおんちゃん。はい、普段はジェルとしてアイドルをしています、白担当の岩崎しおんです。今日は久々のラジオで緊張してるんですけど、お姉さん2人と一緒に楽しく綺麗なお姉さんと楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、今日はね、サブ MC として、うん、みんな女子会でちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ最初はフリートークをね、していきたいなって思います。ほんと珍しいね、3人で女子しかね、珍しい。なんかメンズがメンズがね、いつもいるイメージだからね。そうなんですね。私としては嬉しいね、こんな綺麗なお姉さん。久しぶりでね、女子会の方がね。そうだよ。あ、本当ですか。嬉しいかも。確かに最近なんか近況ありましたなんか。私は1ヶ月ね稽古して、5日間の舞台がやっと終わって、なんか女優になったっていうか、こう舞台女優を経験して、なんか見る世界が変わったなみたいな。本当作品とかも舞台とかすごい見るのがすごい好きだから、やるのを初めてやったから、こう見方も変わる。なんか緊張結構します。めっちゃした。なんだ。なんか100人くらいしか入らない会場だったから、本当にお客さんの顔全員わかるの。もう見てるってなるし、自分しかやっぱりセリフを同じところで同時に言わないじゃないですか。ライブとかと違ってね、セリフだから、こう私だけのセリフの時にもう注目の的みたいなのが、確かに、まあ、すっごい緊張し、そう。知ってる人とかいたらなおさら、そう、ね、確かに、そうそう、緊張しちゃう、見つけちゃった時がね、そう、で、アイドル化っていうね、その舞台だったから、途中で曲を挟むのよ。あ、歌って踊ったの。そう、アイドルとして踊ったんだけど、その時にみんなペンライト出してくれるのね。嬉しい、楽しい、嬉しくない。そうで、ピンク担当だったからピンクみんなフリフリしてくれて、そう、推し活みたいな。そう、その瞬間にね、あ、そこにいるんだ、あ、そこそこみたいな、そこにすぐ分かって、すごい、そういうのも楽しめた5日間でした、本当にね。でもそれまではペンライトまではあんまりわかんない。あんまりわかんない。そう、がっつりこう見てはしないからさ、雰囲気ではみんな見てるみたいな、ちょっとスモークかかってるのもあるので、そうだけどね、歌ってる瞬間になったらみんな光つけ出して、あそこにいるねとか言って、わかりますもんね。反射したりとか、そうそうそう。見えない方がでも緊張的に、なんかそっちの方がいいのかなっていう感じはしますけど、なんか。ペンライト嬉しいよね、やっぱりね。でもそうしたらアイドルだからね、めっちゃペンライト。なんかでもいいですね、なんか制服とかも着て、制服も可愛かったの。可愛くていいなって思って、制服とかでステージで着たことないから、あ、そういうのもいいなって。確かになんかファンの人とかね、逆に見たことないか見たいかもしれない。確かにね、いつかね、役柄でもね、アーシャが写真が可愛いからね、
そう、衣装ってね、曲的にそのそういう系のね、うん、曲とか歌ってる時に、うん、うん、確かに、ね、やってみたい、うん、ね、似合いそう嬉しい、めっちゃ似合いそう、確かに元気きそうやってみたい、ね、しおちゃん最近近況は、うん、最近はですね、ジェイドライブを今お休みしてて、うんうんうん、あのより個人の活動の時間とかも増えて、うんうんうん、今日のラジオに出演させていただいたのもそうなんですけど、普通にあの配信、日々の配信とかも、うんうん、なんかより配信に趣を置いたりとかしながら、うんうん、もうみんな個人頑張ってるんですけど、なんか自分の趣味の時間とかも、うんうん、なんか頭に入れられるようになったりとかして、あ、なんか今のこのお休みの間一生懸命、うん、あの成長したいなと思って、英語とかも今一生懸命頑張って、うん、だってまだ学生さんだよね。そうなんだ、そうだよね、英語とかも、だったっけ、あ、え、もう高校卒業して、卒業してって感じですね。そっかそっか、最近まで高校生だった、あ、はい、そうだよ、すごい、びっくり、やばい鼻の JK お姉さん、お姉さんだからやっぱり年がやばいやばい、わかっちゃう、コスプレ ね, ね、ちょっといないもんねもうね、かわいいよね、もうだってやっぱ私芋がさ、まだ抜けなくて、やっぱお姉さんだとやっぱ綺麗ですね。でも趣味は何なの？趣味ですか、うん、趣味いろいろあって、ダンスも踊るの好きだし、あと最近ハマってるのはハンドメイドにハマってて、なんか自分でパーツを買ってブレスレットを作ったりとか、めっちゃいいね。それは売ったりはしない、売ったりはしないんですけど、うん、趣味でいっぱい作ってて、そうなんですよ、ビーズアクセサリーってこと、そうなんですよ、流行ってるよね、なんか韓国、うん、あ、そうそう、流行ってる、流行ってる、自分でやりたいな、見えるかもねってね、うん、そうなんですよ、可愛い、なんか そういう趣味、なんか女の子っぽい趣味がめっちゃいい、ないからそういうのが、うん、楽しいです、ぜひやってみてください、うん、ちょっとやってみようかな、ビーズ集めからビーズ集めからね、集めて終わり、終わりそうな、で入んなくても終わりみたいな、イライラしちゃってあゆみさんは近況なんか、あ、でも、うん、近況ってか、もうついさっきなんですけど、うん、今日財布を家に忘れてしまいまして、すごいね、だって地方から来てるよ ね、 ね、なんか渋谷着いて、やばいどうしようって頭真っ白になって、とりあえず携帯にカードがあったんで、とりあえずなんかちょっと買ってみようと思って、あのその使えるかどうかなみたいな、うんね、で雨降ってたから傘買おうと思って、ね、こう買ったんですけど、まあ、使えたから良かったんですけど、なんか自分が外出たらもう止んでたんで、その時はタイミングね、タイミングと思って、今ね、ちょっとパラパラだもんね、今ね、まあ、活用あるかもしれないけど、そんなに300円ぐらいだったから、まあまあまあ、でも今ね、もう本当携帯で決済できるからね、財布いちいちこう確認しないよね、うん、お家出るときにさ、いいですよ、ね、そう、でもなんか渋谷の、うんうん、渋谷シティ、うん、渋谷だってマークシティ、うん、それだ、マークシティ、うん、マークシティ渋谷、そう、マークシティの中にある、うんうん、なんかダイソー、うんうん、が全部セルフレジ、あ、そうだそうだね、なのが、仙台あんまないんで、それが、そうなんだ、コンビニとかはあるけど、そういうとこがないから、うんうん、すごいとも都会だと思って、全部セルフじゃんってね、そうだよね、すごい、で自分こっちから行けんのかなと思って行った時も、逆走しちゃってごめんなさいとか言われて、すごい都会だなって、都会ですよね、なんか芋が来ちゃったみたいな、ね、全部ね、浸透してっから ね、東京からね、なんかみんなにちょっと伝えとこうと思って、仙台に、うんうん、っていうのがありました、はい、はい、ではねちょっとね、こんな感じで、はい、フリートークね、ちょっとめっちゃ話したんですけど、はい、今日の本日1曲目をお送りしたいと思いますごめんなさい、緊張してますね、はい、ではしおんちゃんお願いします、はい、聴いてください、ジェイドでドリーミン、暗い闇を抜け出していく君の
いただいたのはジェイドでドリーミーでした。それでは次のコーナーです。せーの、もっともっとフリートーク、イエーイ。はい、次もフリートークやっていきたいと思うんですけど、なんか最近ね七夕があったんで、なんか小さい時の七夕エピソードとかなんかあります？私普段はライブをちょっとだけしてて、オフィスビルの下のロビーのところに七夕のね、短冊が、そう、笹がわってあって、で皆さんのねお願い事を書いていいよっていう風にあって、そうでみんな書いてたから書いてきたので、もういっぱい芸能のお仕事が増えますようにっていうのをお願いして、そう SNS に載せたので見てない方いたらチェックしてください。そうそう、でも毎年ちっちゃい時はなんか公民館みたいなところでよく集まって書いてたなって思って、うちもなんか児童館とかそういうところでみんなでそうイベントでそうそうそうなんかやった気がする。書いてたなって思って、なんか書いたいとかしました？なんか今年は私今英語のさっきを勉強してるんですが、あの勉強 の、 あの英語スクールに通っていて、あのそこで短冊がみんな書いてあって、でそこのスクールはちっちゃい子から大人の方までいらっしゃるんですけど、なんか先生がちっちゃい子はねみんなプールに行きたいとか書くんだけど、大人になってくるとみんなね彼氏が欲しいとかなっちゃうんだよねみたいな話を聞いてて、ああ確かにとか思って、でもちっちゃい子のプールに行きたいとかが超可愛くて、可愛いね、ああ可愛いと思ってね、大人になればなるほどちょっとちゃんと書くよ ね、 確かにね、健康第一とかね、リアルなこと、リアルなねことを書いちゃうね、現実主義になっちゃう。そうなんですよ、ね、なんか年取ったなとか思ってる。そうなんですよ、で可愛くて、ああ癒されるって思って、癒されるね、純粋なね気持ちがね、そうなんですよ、大事ですよ、大事ですよ、大事ですよ、忘れないねって感じ。そう、みんな忘れちゃダメ、そうだよってね、皆さんも忘れないでください。そうそう、皆さんも子供心をね、ずっとね、いつでもみんなで。え、でも自分今今年何したとかないんですけど、
でも自分も小さい時にその短冊に書いたなっていう記憶があって、その、クリスマスの時とかも、その七夕の時とかも親に言えないようなその、なんて隠し事とかじゃないけど、あらまだとかじゃないけど、なんていうの、高くて、実際買ってもらえないのは分かってるけど、紙なのにだったら買ってくれるんじゃないかみたいな、欲しいものね、欲しいものをそれで、あの書いて、こっそり書いてお願いしてたっていうのがあります。いやもう12月まで待とうってね、サンタさん来るかもしれないね、そしたらね、サンタさん書いとけばね、サンタさんとか、その夏生まれだったっけ、9月ですね、9月、じゃあ書いとけば9月に買ってくれるかもしれないんだよね、9月にいいことありますよねって確かにね、確かにそれはお金が出てきますようにとかどんどん現実的になっちゃう、現実的になっちゃう、そう、ちょっと現実見るようになっちゃったからなるほど、次の話題に行きましょうか、あと何あるかな、ああどうだろう、でも今日のほんと服装がみんなジャンル系統が違うから確かに、ね、でもなんか夏とかしたいこととかあります、でも夏、なんだろう、何したいかな、夏は、私今頑張って、あこんな感じなんですけど、ダイエット頑張りたいなって思って、今年の夏は、で結構最近プールとか海とかコロナで行かなかったじゃないですか、だから可愛い水着買ってプールとか海水浴場とか行けたらいいなとか思って、もうコロナもちょっと落ち着いてきて、そうだね、屋内でね、それこそナイトプールみたいなね、屋内プール日焼けしないところすごい行きたいなと思って、インスタ映えしそうな、映えだね、映えの夏にしてようかな、でも自分夏の時に前なんかなんてバブルランっていうイベントに前参加したことがあって、泡のあれだ、汚れちゃうやつだ、カラーになる、そう、え教えてください詳しく、なんか白、最初白 T だっけ、なんか何もない感じでみんな同じ衣装で走るんだよね、走りながら T シャツもリメイクしたりとか、ね、そうそうそう、で色どんどんついていくの、なんか泡の中に飛び込んで走ったりとか、楽しそう、なんかこうスタッフの人が水鉄砲みたいなのも持ってて、色をついてるのその中に、で自分が汚れるんだけど、はい、暑いから、ね、めっちゃ楽しい、浴びて楽しいみたいな、なんかちょっとフェスっぽい感じのそういうイベントあったよね、今聞かないね、聞かない、なんかね、でも自分高校ぐらいの時に参加して、そうだよね、結構前の感じだね、やばい、ジェネギを感じるよ、でもそのね、わからないのかも、わからないのかもみたいなね、そういう大来たかみたいな、そうそうそう、またおばさんみたいな、そう、でも楽しそうだったね、ああいうのもあったらね、それで日焼けで、やけどしたことがあって、えぇ、日焼けってやけどするんですか、なんかあの、焼けすぎて、やけどしちゃって、なんか結構みんな、その T シャツの中に水着を着るそうなんだ、なるほど、なんかその中は下着とかも濡れてもいいように、ああそうですね、なるほど、確かにね、着てて、でなんかまあ見えても大丈夫だよみたいな感じで、シドだから透けちゃうんで、ああ確かに水着でね着てたらめっちゃいいもんね、次の日水着の後くっきりのその後なんか火傷で、痛くて、触られたのも痛くて、日焼け怖いなってその時に感じて、日焼け対策はね、本当雨の日でもやった方がいいと思うし、本当にそう、お姉さんたちがやっぱり、そうもう塗った方がいいし、そうシミとかの原因になっちゃったりとか、今からね、今からエイジングっていうね、アンチエイジングっていうねみたいな感じ、エビデンスがちゃんとあるやつを使っていただいて、エビデンス、なるほど、なんか本当にそれはめっちゃ感じて、小学校の時とか日焼け止めしない。そうだね、しないね、言われないとしなかったかも、時になんか顔とかを脱毛しました時にシミとかが多いとあんまり当てられないんだよね、そう知らなくて、だからあんまり焼けすぎると脱毛もできないし、なるほど、そう大事だなって、そう今サプリとかで飲む系とかもあるから、そうですよね、試したことない、そこら辺とかもぜひぜひやってみたい、女子トークっぽかった、なんかめっちゃ盛り上がったね、はい、めっちゃ盛り上がった、じゃあ次はね2曲目の曲いきたいと思います、本日2曲目、ジェイドで君だけのコリド、どんな夢でも口ずさんだら
いただいたのはジェードで君だけのコリドーでした。はい、それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはあゆみの知らない世界、イエーイ。はい、こちらのコーナーは前回から始まったコーナーなんですけど、以前にも企業の方やアーティストさんなどお客様をお招きいただいてお話を聞いたコーナーとかありましたが、こちらは MC の私を含めてなかなか関わることが少ない企業様や他の分野で働いている方にお話をお伺いして知らない世界を深掘りしていこうじゃないかというコーナーです。では早速レイちゃんからゲストの紹介をお願いします。はい、本日は株式会社東京ビジネスラボラトリーの代表取締役浅妻秀子さんにお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。私は お話ししていただいたように株式会社東京ビジネスラボラトリーという会社を経営してるんですけど、その会社は心理カウンセリングをやってる、はい、会社で、私自身も心理カウンセラーをしております。はい、もう24年もカウンセラーをしてまして、そうなんですよ、皆さんがね、まだ幼稚園生ぐらいの時だったりかもしれない、もっと生まれてた、生まれてない、ね、生まれてないすごい、うち26だから、そんな頃から心理カウンセリングをしていて、まあ、あの心理カウンセリングなので自信も出てらっしゃって、ありがとうございます。あの、ね、みんなが幸せに生きていただけるようにという、そんなサポートをしております。はい、はい、しおんちゃん、お仕事についてそんな知ってたりとか。あの心理カウンセラーっていうのはお聞きしたことあるんですけど、はい、なんかちょっと気になることがあって、はい、こういう私今18歳なんですけど、ピチ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 、なんか結構カウンセリングとかって大人の方が行けるイメージで、私も18のぐらいの子とかって行きたいとかするんですかね。全然来ます来ます、やっぱりこうね、お友達とうまくいかないとか、失恋で悩んでいるとか、そう勉強がつまらないんですけどとか、まあ、そういったことで、あの中学生とか高校生とかの、はい、あのお子さんもよく相談、年齢問わずって感じ、年齢問わずですね。でその方たちはチャットで、あの悩み相談とかやったりします。今時ですね、なんかチャットでとかもありますね。なるほど、確かに LINE とか使って、すごい、学校行きたくないとか、ありますよね、学校行きたくない、はいはい、でもじゃ顔がわからない状態で、顔わかんないし、表情もわかんなかったりするから、みんなでカウンセラーさんたち想像をたくましくして、きっとこういうことが起こってるのかな、ね、ことが起こってるのかなと思いながら、気持ちに寄り添いながら一生懸命カウンセリングしたりします。いいですね。はい、ね、私たちがねしていただきたいですよね。ぜひ。ね、本当にお願いします。お悩み相談会みたいになっちゃうね。確かにね。幸せな恋愛をするためにとか。確かに。素敵な相手に出会うために。ね、今後のためにね。今後の人生についてとかね。女子会なんでね今日は。確かに。いいですね。はい、自己紹介、ね、いただいて、どんなお仕事か少し分かったと思うんですけど、さらに気になることを質問させていただけたらなって思います。はい、はい、ね、質問どうですかね、うん、でもなんかまず気になったのが、はい、こう
なんで完成ガーになろうと思ったのかなっていうのがすごい気になって、それこそですね、はい、私は自分の子育てをしている中で、うん、なかなか悩むことが多かったんですね、はいはいはい、男の子と女の子と育てていたんですけど、うんうんうん、特に男の子がやんちゃくんでですね、いろいろと問題を起こすことが多かったそれでこんなはずじゃない、私もっといいお母さんのはずなんだとか思って、うんうんうん、それで心理を勉強するようになって、でお勉強していくうちにこれってすっごい大事なことだなと思うようになって、うんうん、子育てだけじゃなくって、うん、いろんな人に知ってもらいたい、うん、なのでそのために自分はカウンセラーになろうと思って、はい、お仕事をするようになりました。確かになんかそういうね、なんかあんま聞いたことない、なんでいろんな職業とかでなんでなったんだろうみたいなとか、なんか気になったんで、やり方もね、こう、はい、もう道がわからないですよね、うん、どこからが職業になるのかもわからないですし、そうですね、そうだからもう本当にいろんなところに当たって、うん、いろんな民間のスクールだったり、うんうん、最終的にはアメリカの先生に教えてもらって、英語はできないので通訳の先生に返してですけれども、から今もアメリカの先生とつながっていて、すごい、そう、うちの会社ではアメリカのライセンスを出すことができたりするようになったんですよ。すごい、でも英語勉強してるって言ってたから、なんかね、ぜひお願いします、通訳に通訳になんか気になることある？りーちゃんとしおんちゃんはなんかその心理カウンセラーさんになるためのスクールみたいなのを、うん、やってますね、やられてて、だからさっきりーちゃんが言ったみたいに、どういう風にルートでなるのかなみたいな気になって、なんか授業とかどんなことを、うんうん、そう、大きく勉強しなくちゃいけないのは、はい、心理学と心理カウンセリングのテクニックなんですよ、ね、うん、だから心ってどういうからくりになってるんだろうなとか、こう私たちが自分で私だと思ってることの奥の方に本当の自分がいたりするので、深い学みたいな、あ、そうですね、哲学なんかともすごく近いところにあったりとか、確かに、そう、で、そういうことをちゃんと学んで、あと脳の仕組みだったり、うん、心の仕組みとか脳の仕組みとか学んで、そう、弱っちゃう時って何が起こってるんだろうとか、行き詰まっちゃうという時って本当の原因は何だろうとか、まあ、そんなところを学んでいって、はい、もう一つはこう初めて会った人にすごくこうなんだろう、その人が秘密にしてることを教えてもらわなきゃいけないから、確かに確かに、だから短時間でどうやったら信頼関係を築けるだろうっていう心理カウンセリングの今度はコミュニケーションのテクニックを学んでいくっていう、確かに難しいですね、初対面で気づいていくっていうのって、確かに、ね、秘密を打ち明けてもらわないと解決もできないから、そうなんです、ね、なんか言いたくないとか思っちゃった人もいますもんね、なんかさ、うん、ね、確かに、そうだから、あ、ここでだったら何話しても大丈夫だなって思ってもらえる、はい、雰囲気をどうやって作っていくかとかね、そんなことを勉強したりします。れいちゃんはある？私なんかどんな案件が一番、たくさんねこう聞かれて、こう相談されて、結構、なんかこんなところで言っていいのかどうかあれですけど、結構最近死にたい、消えたい、でも、そういう時期も多いですよね、ちょっと病んじゃう感じの人が多いのかな、か表面からしたら全然そんな風に見えてなくって、学校でも明るく振る舞ってたり、会社でもちゃんとお仕事してるように思ってる人でも、ちょっとそういった気持ちに溜め込んじゃう、そういう人だからこそってありますよね、ありますよね、でもなんかやっぱりそういうことをはけ口っていうか話せる場にがあるってすごく大事だなと思って、でね、普通の人には言えないじゃないですか、言えないですね、そんな重いことって言えないし、確かに、で多分大丈夫だよとか、元気出せよとか言われちゃって終わっちゃうから、あっさりね、あっさりね、前向きになろうよとか言われちゃうから、そっかーってそういう時あるよねって、やっぱり聞いてもらえる場所って、親身になってくれる人が、ね、そうですね、欲しい時あるよね、誰でもそういう時ってあるよね、ちょっと逃げ出したい時とか、ね、ちょっとね、嫌な時とか、あるよね、自分が嫌いになっちゃう時とかね、確かに、なるほど。でもなんかそういうなんかお仕事とかしてて、はい、そのプライベートとかでなんか趣味とか、なんかリラックスな時って何なんかあります？私はですね、のんべいなんですよ。お酒好きなんですか？お酒飲みなんです。ワインが大好きで、そうなんですよ、まあ、ワインが大好きで、白は飲まない。そう、白は飲まない飲まないって飲めないわけじゃないんですけど、あえてはこう
赤の方が好きなんです、はい、出てきたら何でもいただきますけど、お肉と一緒にとかではなくて、はい、でもそう泡は好きなので、シャンパンは飲むんですけど、そう強い泡系が好きなんですね。シャンパン赤って感じですね。白飛ばして辛口ってこと。あ、そうですね、辛口が好きですね。すごい。日本酒とかも飲むんですか。日本酒は飲まないです。日本酒だけ実は飲めないんですよ。あ、そうなんですか。なんか日本酒ってお米で作っ特殊な味とかするんですか、うん、また。だから本当なんだろう、本当お酒が好きな人って自分の好きなお酒の味になって、あんまり好きになれなかったっけ、カテゴリーがね、ウイスキーダメな人ありますもんね、うん、だから本当にお酒全部好きだけどワインだけが嫌いっていう人もいるし、ビールが嫌いっていう人もいるし、焼酎が嫌いっていう人もいて、お酒は私は日本酒はちょっと甘いんですね自分には、あ、でも結構なんか多いかもしれないです。甘みがね、ちょっと確かにフルーティーな感じがあったりとかね、うん、けど私甘いのがダメなんだね。お酒本当好きな人で甘いの苦手な人結構聞くっていうか、でも自分宮城出身なんですけど、宮城ってお米が有名なので、日本酒とか、そうなんですよ、日本酒と結構宮城に出張できた人とかも、結構宮城東北イコール日本酒みたいなので、結構日本酒とかをなんかまあ接待とかも含めて飲む人が結構聞くんで、普通に。なるほど、可愛いね、好きって言ってみたいよね、かっこいい、かっこいい声、ね、みんなで、ね、ディスってないんですけど、考えてることこうしたいよね、なんかね、香りを楽しむみたいな、言ってみたいですよ ね、ま、確かに。え、でもその日本酒以外は何でも基本は、基本は飲みますね、毎日飲むんですか。あ、 ほぼ毎日、すごい、すごい、そんなにたくさんじゃないけど、たくさん、たくさん飲む人、そうでない人、じゃあお酒があって本当に良かったですね。本当にですね。とかもね、はい、あとね、最近ね、ヨガをちょっとやりだして、前もちょっとやってたんですけれども、やっぱりこうね、ヨガやってると心理とつながるところがあるなと思っていて、はい、自分のカウンセリングになるなと思いますね。あ、すごい素敵。自分のカウンセリングってすごい素敵ですね。自分のね、体のこともね、ちゃんと、そう、自分の体とコミュニケーションを取らないと大事ですよね。でもなんかヨガってなんか結構女性にすごい人気なのめっちゃ聞くんですよ、なんかうちのお母さんとかもヨガ通ってるんですけど、なんかまあ公民館でやってるみたいな、募集で受かった人だけが入れるような感じ、結構人気すぎて、あの受かんないと入れないみたいな、まあ、満員になっちゃったらもう他の人入れないみたいな感じなんで、そんなに人気なんだと思って、なんか友達でもやってる人聞くんで、結構体も温まっていいよとか、なんかこうやっぱり人と比べなくてよかったり、私実は中高生の頃ダンス部だったんです、ね、すごい、もともとハードに動くのは好きだったんですけど、まあ、年とともにあれ動かないあれついてってない、なんか変わってきますよね、なんかしかもどっか痛いとかでもヨガだと本当に老若男女誰でもできるし、確かに、すごくこう心が落ち着いたり、休まるってね、めちゃくちゃいいですね、自分のなんだろうレベルでできるっていうところがいいのかなって思います。確かに今のうちになんかちょっと体動かしておこうかなってちょっと聞いて思っちゃった、なんか、何もしないんで本当に体動かすしましょう、ちょっと筋トレだけねしようね、ちょっとそこら辺歩くぐらいなんかピラティスとかも気になりますね。ピラティスとかね、ピラティスってなんかですよね、もっとこうなんだろう、ヨガからもうちょっとエクササイズ、あ、そうですよ、筋トレですよね、ですよね、ヨガは結構本当に心と心に向き合うみたいな、体を使って心に向き合うみたいなイメージがありますよね。やっぱ心と体も同じで、めちゃめちゃ大事ですね、そう思うと本当にそうなんですよ、よく自律神経失調症とか、こう季節の変わり目で体調崩す方とかいるけど、同じところに来るんですよ。知らなかった。ストレスで負担がかかっても、例えば温度調整で体に負担がかかっても、同じ自律神経っていうところに来ちゃうので、だから、あ、季節の変わり目だから私体調崩してるんだと思っていても、本当はその前にストレスがかかってるかもしれない、ちゃんと理由があると、理由、あ、なるほど、だから例えばそのストレスで耐えられる
分量がコップ10のミリ、ね、メモリだとすると、うん、あのストレスかかってない人は10は空いてるから、うん、体調がこうあの、ね、気温が変わっても対応できるんだけど、ストレスで8ぐらいまで来てると、うん、もういっぱいいっぱいになっちゃってるから、ちょっとやっただけで、あ、体調悪い、私は季節の変わり目弱いんだって、でもしかしたらメンタルできてるかもよみたいな。あ、なるほど、そういうこともあるんですよ、実は。じゃあここでちょっとね、キリのいいとこで、はい、キリちゃんちょっとわかんないですけど、ちょっとごめんなさい、ありすぎてね、まだまだ聞きたいことね、たくさんあるんですけど、ちょっと時間がね、いろいろ迫ってきてたんで、ちょっとここでお別れとなってしまうんですけど、丸よいっぱいね、最後に何かお知らせとかリスナーさんに伝えたいこととかあればお願いします。そう、先ほどもねお話ししてくださったように、あのうちではいろんな心理のねセミナーとかもやってるので、あの東京ビジネスカウンセラー学院っていうところなんですけど、そこちょっとね、あのサイトで検索していただくと、まあ、恋愛だったりとか、まあ、いろいろな自分を見つめる講座だったりとかあるので、ぜひぜひ覗いてみていただけたら嬉しいです。恋愛は気になりますね。気になりますね。女の子なんでなんかちょっと、幸せになりましょう。幸せになりたいです。なりましょう。切実な思い、なんか自分の気持ちが出ちゃってた今。なりたいですとか言って、はい、気持ち言っちゃってた。なりましょう、なりましょう。はい。え、それではね、ありがとうございました今日は。ありがとうございました。すごいね、たくさんいろんな話聞けて、はい、またお話ししたいですね、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。それでは最後の曲、しおんちゃんお願いします。はい、ジェイドでラブハオパラダイス。Saturday, love, love, how, how, paradise, 駆けつけて、私を。
はい、お聞きいただいたのはジェイドでラブハオパラダイスでした。はい、そろそろエンディングが迫ってきたのでみんなで告知をしていきたいと思います。はい、そう、まず私からかな。はい、おはい、あ、お最初かな、あ、おどれにしようかな。はい、私は主にインスタ、X、TikTok で活動してるんですけど、あと最近6月から YouTube も始めました。6月の5日ぐらいから始めて今日も19時に上がるんですけど、日常的な感じを載せてるので、普段見れない私が見えたりするのでぜひ、ね、見てほしいなって思うの と今500チャンネル登録者数が500人を目指して頑張ってて、今330人ぐらいなので、すごい、皆さんチャンネル登録お願いします。あと TikTok の配信はストーリー、インスタ、X、 あと TikTok のストーリーに載せてるのでぜひ皆さん見に来てくれたらなって思います。イエーイ。お願いします。そしてまなかれいですね。はい、はい、インスタ、X、TikTok すべてやってます。 TikTok はね、最近毎日1日1投稿だけしてたんだけど、もう最近いっぱい下書き保存が多くなっちゃって1日3投稿とか平気でねする時があるので、みんな全部チェックしていただけたらなって思うのと、TikTok は結構時間が空いた時にたくさん配信をしてるので気まぐれ配信が多いんですけど、よかったらみんな見に来てください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、フォローしてね。しおんちゃん。はい、ということで私まさきしおんはジェイドでアイドル活動しております。今はねジェイドライブの方は活動少しお休みしてしまっているんですけど、みんな各個人でねミクチャとかあとショールームとか TikTok とかでも、ライブライブ配信ですね、配信をしてますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいのと、私自身も X とインスタと TikTok 全部やってまして、フォロワーさん頑張って増えてほしいなって思ってるので、ぜひ皆さん心優しい方は、ぜひやる、押してやるかと思ってフォローボタンの方をぜひお願いします。はい、みくちゃんは今イベント参加してない？みくちゃんは今イベントしてない。最近ショールームめっちゃ頑張ってます。ショールーム、はい、ショールームもチェックぜひしてみてください。はい、そしてねこの後、ね、私とシオンちゃんでチェキ会がこの後あるので、よかったら皆さん来てください。はい、お願いします。はい、お願いします。ね、雨なの人が結構ね、ね、来てくださって本当に濡れてない大丈夫？心配だよ。確かに。ね、風邪ひかないか。風邪ひかないようにみんな半袖だけどね。そうだからこそ半袖ですよね。なんで？女性ってさ結構半袖でもさみんな上着っていうかさ、羽織を持ってるんじゃない？確かに。でも男性寒いよね。確かに ね。今なんかちょっと生ってね、それ思います。半袖、半袖、何、半袖、え、半袖じゃないの？半袖合ってた？半袖、半袖で言ってた。あれと思って、あれ生ってね、埼玉は生にないけどな。かわいい、かわいい、終わっちゃうよ。あ、屋根あった、よかったです。よかった、よかった、なかったらやばい、びしょびしょになっちゃう、みんな。うん、やばい。はい、はい、本日の放送はこれまでとなります。終わっちゃう。みんなありがとうございます。うん、最後にスタゴヤさんから告知をさせていただきたいなと思います。目黒駅から徒歩1分のスポーツライブバースタゴヤさんでは、プロ野球もシーズン中ということにことで毎週野球観戦イベントをしています。毎週水曜日はアイドルグループ一家団らんがスタゴヤに来て一緒に応援できるイベントをしております。放映する試合内容は公式インスタグラムや X でお知らせいたしますので、皆さんぜひ足を運んでいただけたらなって思います。イエーイ。はい、はい、ね、あとちょっとですね。うん、なんか話す最後、なんかちょっと時間がありそうなんで。ほんとだ ね、今日この後また雨降って、今降ってるもんね。なんか、ね、でも前回、うんうん、自分がこの
ここ来た時も雨だった、うん、まあ、でちょ雨女かなと思っちゃって、あーかもよそうみんなごめんねみたいなごめんみたいな、めちゃくちゃね 雨降ると鬱になっちゃうもんね、わかりますなんか気分下がっちゃって、ね、だからそれこそ心理カウンセリングしてもらおう ね、そうだね雨で病んじゃうんですかって確かになんかそれ聞いてみよう、ね、確かに恋愛とかだけじゃなくて ね、なんか浮かれたことばっかり聞きたくなっちゃうから、恋愛とか、でもいいんですよそんなの、はい、ではもうそろそろお時間となります、うん、はい、はい、とこれです、これですどうぞそうだね、はい、皆さん今日は楽しんでいただけたでしょうか、イエーイはい、次回の放送は7月26日金曜日の17時からとなってます。サンオフィスからまた数名出演させていただきますので、出演者は追ってと番組公式 X より発表させていただきますとぜひチェックしていただけたらなと思うので、皆さんお待ちと楽しみにしててください、はい、はい、そして本日の当 MC は渡辺歩美、真中れい、岩崎紫音でした。はい、スタゴヤプレゼンツ渋谷トーキング、それではまた来週お会いしましょう、せーの、バイバーイ。